いいですよね。出会い頭つけてよかった、そのとなんて FCTA でしたっけ、なんか。あ、確かにね、低いですよね。そうですね。あ、なるほど、なんかスポーツカーに乗ってるみたいだこれ。あ、確かにな、すごい低いですね。なんかこれフェラーリ乗ってる感じしますよ、なんか本当に。本当に本当にそんな感じですよ、目線が。今日はですね、こちらのプリウス、久しぶりの車の試乗動画になるんですけれど、まあ、私なりの観点で、この車の、まあ、所感についての話と、あとはまあ装備関係ですかね、ナビであるとか、まあ、新しくついたその機能関係であるとか、まあ、そういったところを少し私なりの感想を含めて、今営業さんもいつもお世話になっている営業さんも乗っていただいているので、はい、ちょっとご紹介をしていこうかなと思います。でまず僕これ初めて乗るんですけど、すごく視点が低いというか重心がすごい低い車ですよね。そうですね。今ちょっと冒頭でもお話しさせていただいてたんですけれど、お客さんにこの車を進めるときに前が少し見にくいよと。で止まってる時だといまいちよく分からなかったんですけれど、実際この車をステアリングを握って乗ってみたときに、その理由っていうのがね、すごくよく分かりました、ね。この座席のやっぱり位置っていうか、この重心がこう低くて、それに対してこのボンネットのこの位置というのが結構やっぱり高いところにありますよ。ありますよね。だからさっき販売店出るときにこうちょっとこう切り返して出て行ったときに、結構こう周りのその視認性が正直なんか僕のフェラ355乗ってる355よりもむしろ見にくい感じがした。確かにこの多分燃費を稼ぐために前面投影面積をできるだけこう減らそうという工夫をしていて、この前のフロントガラスのこの傾きが結構半端ないじゃないですか、傾斜角が。これ多分っていうか、これ355よりも全然寝てると思うんですよ、正直言って。ガラス的には同じぐらいの面積のガラスなんですけど、でもだいぶ寝てますよね。355もうちょっと俺起きてるんで。そうそうそう、こういったところなんかめちゃくちゃもうなんかスーパーカー的な感じがあるんですけど、おそらく前面投影面積を減らす工夫をしていて、そうすると今度こうロングノーズに多分なってると思うんですよね。そうしないとね、ロングノーズになってて、この座席のポジションが多分この車よりももうちょっとこう中央よりもこう後ろの方に寄ってると思うんですけど、まあそういうなんていうのかな、こうノーズのなんていうのかな、遠さみたいな、なんかノーズの位置がすごく分かりにくいっていうのはそんなないんですけど、ただ周りのこう見渡しが今一つちょっと悪いなっていうのは、まあ正直そうですね、普段こうノアボクシー乗ってる僕からするとものすごく感じると。そうですね、ノアボクシーはねすごく乗りやすい車ですもんね、やっぱあれは。で僕ちょっと雑談なんですけど、はい、昨日ねリアの出会い頭の、はい、出会い頭じゃない、コンビニ行った時に、はい、ちょっとこうバックして出ようとした時なんですけど、はいはい、原付が横からこう入ってきたんですよ、はい、でその時に何 PCS じゃないけど緊急ブレーキか、はい、あれに助けられたんですよ。ピッピッピッつってピュッとこう、いやだからね、初めて昨日車に助けられたんですけど、いやあれリアのそうね、誤発進ブレーキっていうんですからね、衝突軽減ブレーキっていうのかな、そうですよね、あれはやっぱりあった方がいいですね。結構ミニバンだからどうしても後ろって見えてるようで見えない、はい、見えてるとは思いますよね、やっぱり。そうなんですよ、広々見えてるので、そうそうそう、視界がね悪くないんですけど、全然いいんですけど、どうしても昼間12時ぐらいでコンビニが超混んでて、みんなやっぱお腹空いてる時期じゃないですか。でやっぱ車がどんどんこう入ってくるんですけど、車だけにこう気を取られちゃって、自転車とかバイクとか人は割と見るんですよ。ただ自転車とかバイクとかって動きが早いじゃないですか。そうなんですよ、だから、ね、見落としちゃう時があるんですよね、どうしても。っていうのがあってね、やっぱりね、なんていうんですかね、安全装置ってすごい重要だなっていうのをやっぱりすごく感じるし、やっぱトヨタ車乗ってて、
で、このプリウスも多分、同じですよね、おそらくね。出会い頭とかもついてて、はい、で、後ろも当然ついてて、はい、で、これパノラマビックビューモニターっていうのはついてないんですかね。ついてます。あ、はい、これか、これですね。これ、今ちょっと止まってるんで。こういう感じで、これって、これつけちゃうと、納期が遅れるじゃないですか。これっていうか、なんていうんですか、この、突き通って見るやつ、これそうなんでしたっけ、そう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 、こういうやつ、こういうやつですかね。ちょっと私あんま詳しくないんですけど、この辺っていうのは標準で全部ついてるんでしたっけ、クラッシュも、オプション設定で。オプション設定ですよね。だこの辺って多分、つけてないと見れないんですよね。あ、ごめんなさい。つけてない、このオプションをつけないと見れないところっていうのは、どこなんですかね。これは見れるんですか、オプション設定でも、あ、カメラも止まってます。すみません。はい、すみません。よろしくお願いします。はい、これは、はい、つけてないと見れないシーンなんですかね、オプション。そう、そうですね、そうです。あ、まあ、グレードによって選択で、そうなんですね。そうなんですね。で、これって、すごく僕思ったんですけど、つけてみて思ったんですけど、はい、やっぱすごくあった方がいいですよね、で特にこのプリウスとなんかは前が見えないじゃないですか、はい、前が見えないっていうかこの結構絶壁になってて前が見にくくなってて、はいはい、余計にロングノーズになってて、はい、出会い頭の時なんかはすごくこう分かりにくい、そうですね、そうですね、っていうのはあると思うんですよ、はい、例えばですね、ちょっと今ケンタッキーにちょっとやって出ようと思うんですけど、まあ、ここは全然見やすいからいいんですけど、で例えばですね、こういう時に、まあ、こう、見えるのはわかるんですけど、で、これも多分あれですよね、後ろの、はい、人がこう出てきた時とか、はい、横とかこう人が歩いてた時に、認識すると、キュッと止まってくれますよね。はい、で、止まるとこうブレーキっていうなんか赤いランプがつくんですよね。そうですね。すごくね、便利なんですよね。例えばこういう時に出るじゃないですか。出た時に、たまにやるのがですね、このままじゃなくて、あ、これはあれなんだ、ついてないんだ、あ、ついてるって、これです、これです、これ出会い頭じゃないですか、はい、で、これすごい広角になってるんですよね、はい、だから例えばこう自分がこうやって前にそらなくても車が来ているか来ていないかっていうのがすごいよくわかるんですよ、これいいですよね。超広角じゃないですか。はい、そうですね。何度ぐらいあるのかな ?180 度ぐらいついてるんですかね。これ180度ぐらいありますよね。かなり幅広く。そうですよね。すごく広角なんで、これはやっぱオプションですもんね。はい。そうですよね。はい、これはね、あった方が絶対いいなって思いましたね。正直なところ。本当に。ありがとうございます。はい。そんな感じで、そうそう。そこをまず、プリウスなんかもそうなんですけど、全部トヨタの車って、こういう機能と同じようについてるじゃないですか。で、やっぱこういった装備って、悪いんですけど、あ、そうそう、こういうのとかね。で、これで、例えばこう、アクセルパッと入れたとしても止まるじゃないですか。ガーンと止まってくれるじゃないですか。すごくね、やっぱこういうところのその何、進んでますよね。正直、ホンダ車ってそこまでじゃないんですよ、やっぱ。なんか見えてるだけっていう感じがやっぱ正直していて、それに対して、モニタリングちょっとするんですよ。ただ、車の作動として、ちゃんとそこが、作動としてフィードバックされてるかって言ったら、ちょっとなんかね、微妙なところがあったりするんですよね。うん。だけど、これが、トヨタの車って、やっぱり今の起きてる状況に、ちゃんと合わせて、しっかりと状況を捉えて、で、ドライバーの事故軽減に結びつけてるっていう、その機能の信頼性っていうのが、やっぱ、ものすごく高い。なっていうのを、こう、ちょうど僕1ヶ月ぐらいですよね。乗らせて1ヶ月なんですけど、実際乗ってみて、一般道、こう、買い物とか、こう、あとはまあ、コンビニとか、スーパーとか、駐車場とか、そういったところで、乗ってみて、すごくね、感じたところなんですよね。やっぱトヨタ車は間違いねえなって、正直感じちゃったところなんですけど。いやだから、そういったなんか先進性、っていうんですかね、やっぱりどうしても正直200万ぐらいの車だとこういった機能って、あ、でもアクアとかヤリスクロスとかですとこういった装備ってやっぱり普通についてるんですよね。ここまでの装備はやっぱないんですか。あ、ないんですか。あ、
頭はでもね、すごいね、あれもチームメイトの機能の一部だと思うんですけど、やっぱあった方がいいですよね。やっぱ正直なところ、本当に。いや、なくてもいいなと思って、なかったら逆になかったで、納期が短縮できるから、別につけなくてもいいかなと思ったんですけど、やっぱあった方がいいですよ。やった後、待ってでもあった方がいいですよね。本当に。いや、そのぐらいのね、感じでしたよ、本当に。今、ただ、そのつけるつけないで、そこまで納期の変化は。あ、ない、ないんですか。ああ、そうなんですね。つけてもつけなくても、ちょっとお時間をいただいてしまうので。だいぶ半、あ、そっか。これも今あれですもんね。サブスクで、はい、キントで買うと、1ヶ月半とか2ヶ月とかかかるって言われてますけど、はい、そんな、それぐらいでいけるんですかね。通常にご購入いただくと、ただ1年半ぐらいは。あ、そうですか。キントで 1.5 から2ヶ月っていうのは、まあ前もそうですよね。なんかヤリスウルスのお話をされてた時に、はい、キントの話をしてて、ちょうど1ヶ月とか2ヶ月半、2ヶ月だったんだけど、ヤリスクロスもなんか知んないけど、どんどん遅れてるよねっていう話もありましたけど、今そうでもないですね。キントは普通に。キントは、はい、普通に。ああ、予定通り行くんですか。はい、1ヶ月から2ヶ月。ああ。もしくは、まあ、なんかでも2、3、6ヶ月とか。あ、そうなんですね。で、普通に購入すると1ヶ月、1年半。そうですね。1年半。そんなかかるんですか。1年は間違いなく。そうなんですか。ピーヘブとかだとどうなんですか。もっとかかっちゃうんですか。ピーヘブなんかも、まあ、受注のそのタイミングによると思うんですけどね、注文のそのタイミングにもよると思うんですけど、早ければ多分そんなでもないかもしれないですけど、ある程度そのずれ込んじゃった、もう1ヶ月とか2ヶ月とかちょっとでもこうずれ込んできちゃうと、やっぱあっという間に数年待ちとかってなっちゃうんですよね、やっぱりね。で、あとね、あれです、オークションの、はい、そう、USS のオークションでもこれ、プリス出たんですよ。すぐに、どこの、多分販売店なのか出したのか、法人さんで、まあ、販売店から、法人さんが買って、で、すぐに USS に出しちゃってっていうことを多分やってるのかもしれないんですけど、今、450万ぐらい、つくんですね、価格が。ぶっちゃけ値段的にはこれディーラーで買うといくらぐらいになるんですか。そうですね、やっぱり一番上の Z グレード、はい、ハイグレードの Z グレードでオプションをつけるともしかすると550円はいいところかなと。じゃああれですか、割とオークションで450っていうのは、はい、まあ正直リセールっていうか、お釣りは返ってこない感じですよね、微妙にね。つけてる内容にもよってあります。まあオプションつけすぎちゃうと逆に損しちゃうよって話になりますもんね。まあそうですよね。まあでも 450Z グレードなんですよ、それも一応。で、どこまでオプションがついてるのかどうかっていうのはちょっとよくわかんないんですけど、おそらくそのオークションだとあんまり関係ないと思うんですよ。そのオプションが何がついてるかついてないかって、あんまり関係ないような気がするんですよね。例えばそのボクシーとかですと、あのヘッドランプなんかも、2種類あるじゃないですか。名前ちょっと忘れちゃったんですけど、あれがついてるついてないで、実際のその新車の価格自体は10万円ぐらい変わってくるかなと思うんですけど、でもあれがついてたからといって10万円プラス上乗せられるかって言ったらそうじゃないじゃないですか。そうですね。っていうのがちょっとあったりとかね。だからあんまりオプションつけるよりもむしろオプションがない状態の方がむしろ、早く買った時にお釣りが来るっていうことを狙うんだったら、もう何もオプションがついてないものをそのまま買っちゃった方がいいよっていう話にもなるわけじゃないですか。まあそこはだからもう見え見えなところがあるのかなって気がするんですけどね。まあでもちょっとインプレッションってなっちゃうんですけど、ノアボクシーと比べてくるとやっぱり、まあ、もちろんその重心が低いっていうのは冒頭でも紹介したところなんですけど、クラウンもこの間ちょこっとですけどステアリングにさせてもらったんですけど、やっぱりノアボクシーに比べてちょっと操舵感がある感じですよね。で、このプリウスってやっぱりこうどちらかというとやっぱこうクラウン寄りですよね。なんかこうスモールクラウン的な感じがすごく僕の中ではしていて、でクラウンはちょっとこう豪華仕様で、ナビなんかももちろんドライブレコーダーがついてたりとか、あ
とミラーなんかもインナーミラーが、まあ、もちろんオプションではあるんですけど、まあ、このプリウスもねもちろんインナーミラーが付けれたりとかすると思うんですけど、まあいろいろ値段半分ぐらい微妙に、まあ、半分も変わんないですかね。でも乗り出しで言うとでも700万ちょっとぐらいかかるんですかね。プランええ、ね、ありますよね。プリウスで450だから、まあ、あの、まあ、半分、まあ、半値までいかないですけど、でもやっぱり、こう、クラウンの、どちらかっていうと、なんていうんですかね、少しこう、簡素にした感じっていうんですか。そういう感じですよね、プリウスってね。どちらかっていうと。で、こんな感じで、まあ、ここに今、あの、スマホ置いてるんですけど、で、このナビなんかもうなんか、クラウンと同じ感じですよね。大きさもなんか 12.31 とかですよね。同じだと思うんですけど。で、このボタンは多分クラウンと同じですよね。このシートベンチレーションとか、この辺が。このクラスとしてはもう画期的な感じですよね。で、マツダのアテンザにはついてたっていうのはありますけど。あとはまあ、この辺なんか、この辺なんかクラウンと同じ共有してますよね。こういったとこもそうですよね。はい。まあでもトヨタの車はいろいろ、乗せていただいてますけど、やっぱりどれもそうですけど、全くこう嫌味がないっていうところがやっぱりすごいところですよね。なんかこれが悪いなっていうのは特になくて、アクアを以前の、鶴ヶ島行くときに乗せていた、帰りのときに乗せていたときも、まあ僕自身もこうびっくりしたんですけど、なんかちょっと高級車に乗ってるなっていう感じが、やっぱすごくやっぱあって、だから、なんか見た感じと実際のこう車の走りと全くこうなんか違う感じが僕の中でやっぱあったんで、そこがなんかすごいなと思ったんですよね。なんか見た感じはすごく大衆的な感じがするんだけど、乗ってみるとすごくしっとりとしたなんか高級車に乗ってるなっていう感じがすごくやっぱりあって、なんかプリウスで言うとやっぱりちょっとこう少しこうスポーティー系寄りですよね。19インチのホイール入ってたりとか、やっぱりロードノイズを拾うとか、そうですね、路面のアンジュレーション、こういった段差とか継ぎ目とかの、路面のこのいなし方みたいなのはちょっとこうちょっとダイレクトな感じっていうのはありますけど、まあ万人受けするって感じでいくとやっぱりこうノアボクシーの足回りの味付けの方がおそらく万人受けしますね。あれ乗り心地いいですよ、すごい。やっぱすごい乗り心地いいですよね。なんかクラウンとそんなに変わんない、僕の中ではそんなに変わんないっていう、でクラウンとの徹底的な違いでって言うと、やっぱりこう乗り心地の差っていうのはすごいやっぱ大きいですよね。プリウスもね、あとこういった S 字のところとかもちょっとこうね見にくいんですよね。やっぱりなんか遠赤のやげちゃう、吸っちゃうんじゃないかなっていうのがちょっとこう慣れないとどうしてもこうあったりするかなっていうところはあるかもしれないですよね。仙台のプリウスとかですともうちょっとそんな癖なかった感じですかね。乗ったことないんで、全然仙台乗ったことないんです僕ないんですけど、やっぱ走り心地は良くなって、ああですよね、シャキッとしてる感じっていうのはねありますよね。全然ただこういうどうなのかな、実用性っていう意味で言ったら、まあ、今後ろ仙台のプリウス走ってますけど、実用性っていう意味で言ったらどうなんでしょうね。取り回しとか、あとはスーパーにこう行った時に駐車場のその入れやすさとか、あとは U ターンのしやすさとか、やっぱそういうのって結構重要じゃないですか。やっぱ普通の乗用車って、あんまりそのなんていうのかな、こう走り運でねインプレッションされてる人も多いと思うんですけど、最近ちょっとね僕もねちょっと思考が変わってきたというか、なんかやっぱこういったところでこう適材適所なところで使ってみて、ね、やっぱりどれだけこう、なんていうのかな、エンジニアの、こう技術というか、その意思を入れて、使いやすさっていうものをこう体現できるかっていうのが、結構重要なところかなと思っているんですよね。あまりその使わない技術を投入しても、あまりこう、独りよがりになっちゃうんで、あまり意味がないかなっていうところにもなってくるし、評価もされなくなるっていうのもあると思うんで、だから、いかにこういった日本の道路に合わせて、やっぱ作れるかっていうところが、このいい車かどうかっていう評価基準になってくると思うんですよね。そういう意味では、だからすごくミニバンっていうのはね、合理的なんだと思うんですよね。まあ、みんながね、まあ、アルファードもそうだろうし、ノアボクシーもそうですし、やっぱり合理的といえば合理的だと思うんですよ。
うん、でそれのサイズがでかすぎちゃうからみんなルーミーであるとか、あのサイズがまたね売れてるわけじゃないですか。そうですね、うん、だからミニバンってやっぱりすごく合理的な乗り物だと思うんですけど、うん、もうこういったフォードアなんかも昔は流行ってたけど、今はどうしてもこうミニバンとかにやっぱりこう負けちゃってるところがあると思うんですよ。どうしても昔はカローラとかあったんですよね。カローラ今もありますけど、カローラのフォードアのカローラとかが普通にあった時代だったわけなんですけど、ただなんか燃費がすごい究極的にいいっていう話を聞きますけど、どうなんですか、燃費いいんですかね。だいぶ家庭上ではかなり、あ、なんか究極的ならしいですね燃費がね。モナボクシーはね、そう乗せてもらったんですけど、これだけ木更津までちょっと仕事出てきたんですけど、高速走ると22ぐらい走るんですよ。だから逆に一般道悪いんですよ。そうそう、なんかおかしいんですよね。おかしいってか、そのガソリン車と同じになっちゃってるんですよね。そう、ガソリン車も普通乗りだとあんま良くないじゃないですか。で、高速のズーム見るじゃないですか。で、通常だとハイブリッドは一般道が良くて高速道路が悪くなるはずなんですよ。モナボクシー逆なんですよね。高速道路が良くて、一般道も悪いんですよ。ガソリンと変わらないんですよ、はっきり言って。そんなに変わらない。あ、変わらないってことだよな。ガソリン10キロぐらいですよね、一般道だと。ハイブリッドだと15キロぐらい走るんですよ。で、高速道路出ると22ぐらい行くんですよ。うん、そんな感じですね。だからそれに比べると多分、このプリウスになってくると、どうなんだろう、一般道で、まあ実際一般道走ってみないとね、なんとも言えないところではあると思うんですけど、どうなのかな ?20 行けばいいのかな ?20 行けばいいんですかね、大体ね。なかなかね、そう、22? ああ、平均燃費22か。ノアボクシーだとね、15ぐらいなんですよ。平均燃費でいくと大体。リセット間平均燃費ね。アプリで見るとね、あの区間燃費が分かったりとか、平均燃費が分かったりするんで、そうか、そうするといいですね、やっぱね。リッター7キロぐらい違うんだ。そうそう、そういうことになりますね。なりますよね。うん、そうすると、やっぱり1ヶ月に1遍ガソリン入れるとか入れないとか、そのぐらいの感覚で乗れてしまうから、まあ全然ハイブリッドでも十分というか十分ですよね。はい、ということでですね、まあ私のまあちょっとこの車を初めてお越しいただいたので、私のまあ所感と、あとまあトヨタ車のね、あのいいところ、まあ装備、まあその辺についてのちょっとまあアピールということで、ちょっと今回はね、お話をさせていただきました。はい。で、また、私のチャンネルでは、まあこういったレビューもたまにはやるんですけれども、まあガジェット系のレビューをまあ最近はちょっとやっておりますので、まあ新しいガジェット系のまあ興味がある方、まあぜひそちらの方をご覧になっていただければと思います。また次回のチャンネルでお会いできることを楽しみにしております。それでは失礼をいたします。